Hello everyone, welcome back to GED's playthrough of Sword Art Online, Alicization, Licorice, moving my squeaky chair. Okay, so we just fought Yu-Gi-Oh! In his transcended form, and we're about to see what happens at the top of the tower. Let's continue. If I can actually click on the button. Like a thorn in my head, baby. Yes. So basically, he's mind controlled just like Alice was. And now he's going to fight the administrator on the top floor. I really wish this game would alternate between characters instead of just focusing on Kirito all the time, but I guess that's not really what the anime is about. And I'm also hoping we get to chapter 2 fairly shortly. I heard that after the administrator, there's a very, very long segment of text. It's the little Dumbledore dude. せっかく芸家に賜った鎧を派手にぶっ壊しちまいましたね。まさか反逆者どもにやられっぱなしで逃げ帰ってきたわけじゃないですよね。反逆者二人は氷の中に閉じ込められました。OK。元老長閣下。I liked him better in the armor. The armor was pretty cool. 氷に閉じ込めた。School clothes don't befit all characters. I mean。きっちりとどめは刺したんでしょうね。いや。とどめは刺していません、元老長。は、いけません、いけませんね、32号。あたしを呼ぶときは、元老長閣下と言いなさい。閣下ですよ、閣下。閣下？次に閣下をつけ忘れたら、罰としてお馬さんになってもらいますよ。あたしを背中に乗っけて、四つん這いでハイドウ、ハイドウですよ。おひひひ。それでは、私も芸家のご命令を遂行してきますかね。教会に立てつく腐れ騎士どもは、すぐさまディープフリーズ。おっと、お前はそこで待機してなさい、32号。It's very odd how we don't see 3D renders of a lot of models until like after some stuff has happened. 最高司祭様。おかえりなさい、ユージ。Oh, snap. There she is. お使いを済ませてくれたのね。はい。さあ、こっちにいらっしゃい、ユージよ。あなた一人だけの愛。はい。でもその前に、もう一度、ちゃんと顔を見せてちょうだい、ユージ。おあつらい向きに記憶の穴があったから、そこにモジュールを挿入してみたけど、やっぱり。まだ少し不安定みたいね。ご褒美はその後でね。Redo the synthesis? Yu-Gi-Oh! No! No, Yu-Gi-Oh! Don't do it! 体が動かない。He's stuck forever. そのままじっとしててね。今からあなたの額に入れたパイエティモジュールを抜き取るから。さあ、取れたわ。このモジュールは。完成したばっかりの改良型なの。私と教会への忠誠心だけじゃなくて、イマジネーションを強化するための回路も組み込んでみたの。Circuits to stimulate your imagination? I want that. What? 効率の悪い訓練なんかしなくとも。その瞬間から、真意の力を使えるようになるわ。今しかない。あとは。また、あなたの記憶を見せてちょうだい。Wow, she's got the 今度こそ一番大切な Tower of God, little memorial, or whatever, mural. そうすれば、もう二度と頭が痛くなったりしないわ。それだけじゃない。くだらない悩みや苦しみ、飢えや渇きから、さあ、He's making super soldiers. 術式をもう今だ、カーディナルさんの探検を。お前What are you?
got stopped. そんな小道具をどこに隠し持ってたのかと思ったら、そのおもちゃにメタリック属性を与えたのはちびっこの失点ね。今の私の肌にはあらゆる金属オブジェクトは傷をつけられないの。かわいそうな子。せっかく約束したん。私に Why is metal? Why is metal the element that hurts her? I don't know. Maybe someone can chime in. あなたがずっと求め続けていた The eternal love. 永遠の愛。そうよ、ユージよ。私にすべてを委ねれば、あなたを苦しめてきた渇きはたちまち癒される。あなたが Devote yourself to me blindly. Fear, love, food, whatever. It's all gone. 支配される。To love is be controlled? Yes, that is true. That is 100% true. そんなことしか言えない。あなたの方だ。何？愛は支配することじゃない。花に水を注ぐように。ただひたすら。残念ね。氷協会に反逆した滞在。あなたの救済など必要ない。僕は。I fight for what I love. それが答えなのね、坊や。いい。Oh man, daughter screaming. Do we fight her as Yujiro? Or what's going on here? Or is it just gonna be cutscene battle again? Oh, nope. Something epic. Shatter? Nothing has shattered.その剣そういうこと。ダメだ、足に力が入らない。ここで諦めたら僕は何のためにこの部屋に戻ってきたの。いや、何のために今まで生きてきたのか。お助けください。最高司祭キック。Okay. So he went down, got defeated, and then they're. は、早くここを封鎖しないと、奴らが、反の悪魔どもが。32号、何をしているんですよ。早く下に来なさい。キリト。よ、ユージオ。来るなって言ったのに。俺がお前の言いつけを素直に守ったことがあったか。そうだね。君はいつもそうやって。あれが最高司祭アドミニストレーターか。そうです。6年前と何一つ変わっていない。あらあら、この部屋にこんなにたくさんの来客があるなんて初めてよ。 Whoa, Administrator, hello. ベルクーリとファナティオは Upgrade. そろそろリセットする頃合いだったけれど、アリスちゃんはまだ6年くらいしか使ってないわよね。やっぱりそこのイレギュラーユニットの影響なのかしら。ねえアリスちゃん、あなた、私に何か言いたいことがあるのよね。最高司祭様、栄えある我ら聖豪騎士団は本日をもって壊滅いたしました。私の隣に立つわずか2名の反逆者たちの剣によって、そして最高司祭アドミニストレーター、
あなたがこの塔と共に築き上げた。I don't know how he says we defeated all the knights because, like, weren't there like 50 of them? 氷教会の守護ではありません。剣なき幾万の民の穏やかなる営みと安らかなる眠りを守ることです。しかるに最高司祭様、あなたの行いは人界に暮らす人々の安寧を損なうものに他なりません。たまらっしゃい。大体ですね。騎士団が壊滅したとかちゃんちゃらおかしいですよ。 Oh no, not the integrity knights being destroyed. Oh, please no. 使えなくなったのはポンコツの1号2号を含めて10人足らずじゃないですか。つまり、Yeah, yeah, see, we still have plenty of pawns, right? We only beat like 5 or 6 of them. 1人がガタガタ言ったところで、教会の支配はピクリとも揺るぎゃしねえですよ、この金ピカ小娘。バカはお前ですか、カシ男。その丸い頭には脳みそではなく麦わらやボロ布が詰まっているのですか。 Definitely a puppet. 残る騎士20名のうち半数の10名は最高司祭様の言ったリセット、つまり術式による記憶の調整で動かせないのでしょう。 How though? そして残る I don't understand how though. 今も飛竜に打ちまたがり果ての山脈で戦っています。彼らを呼び戻すことなどできはしない。それをした途端に山脈の北西南を貫く洞窟と東の大門から闇の軍勢が押し寄せ、氷教会の支配は崩れ去るからです。I'm interested to see how the actual dark territories descend on the world, but we'll see. 飛竜たちも永遠に戦えるわけではない。しかしカセドラルにはもはや交代要員は残されておりません。それともチュデルキン、お前がダークテリトリーに赴き豪遊を誇る暗黒騎士たちと一戦交えますか。I wonder, I wonder what the Dark Territory actually is. I don't even know. ロティカードのエラーじゃなさそうね。それに、パイエティモジュールもまだ機能している。となると、あの者が施したコード871を自発的意思で解除したのかしら。突発的な感情ではなく。ま、これ以上は解析してみないとわからないわね。さて、シュデルキン、私は寛大だから、下がりきったお前の評価を回復する機会をあげるわ。あのようなクソ虫三匹、芸家に荒らせられましては、小指の一押しでぶっ潰せますもの。わざわざ修正にその喜びをお与えくださる寛大さ。Is this guy gonna transform into some huge beast? I see that coming. Is he just gonna be like some magically enhanced thing? 適当にやって。はい。小生、視力を尽くしてご期待に応えますぞ。Usually, what happens in anime is the small jester dude becomes a huge big.Whatever monster. お前と同じように。違う。私にだって信じるものはあるんですよ。それはズバリ愛。He has faith and love. His love for the Pontifex. Okay. 偽りなき愛なり。I see it.なあにチュデルキン、小生これより神明を閉じて反逆者どもを殲滅いたしますよえ。それを成し遂げた暁にはゲーカのゲーカの What the heck is that? この手で触れ口づけし Whoa, he is flipping out.チュデルキン、創世神ステイシアに誓うわ。役目を果たしたその時には
私の体の隅々までも人よお前に与えましょう。What? What is this? 小生、ただいま無常の歓喜に包まれておりますよ。もはや小生、闘志万倍、正気横逸、はっきり言いますれば無敵ですよ。システムコア。 Okay, what's he gonna do?Yep, what is he? He's a flame beast. Okay. Well, let's get our, let's get buff allies that, and then let's do taunt and that. And then I will do this. And we'll just go crazy. Alright, we gotta buff up though.Let's jump away from him. No, jump away from him. Okay, well, I guess he's hittable from the top. Combo wombo. Whoa, god. Okay. Let's do the buff combo. Defense to attack. Oh, whoa, what's that? What is that?Summon some powers. I'm gonna buff. Oh, no. Hold on. There we go. Oh god. Oh, flame. I'm walking through fire. I'm stuck in fire. Oh, I can't get out of it. What the heck was that? What the heck? Healing and healing.Wombo combo. Super big combos. Okay, arts are ready. Arts are ready. Where's our arts? Oh, here we go. Oh, God. No. Can't dodge. Alright, I'm still burning. Use a potion. Still burning. Alright, let's do the enhanced element. Oh, nothing happened. As usual.Just keep wombo comboing. Keep doing wombo combos. Oh, not that one. Nice. Okay. Well, he wasn't too hard. And he still has life left, so I don't know if he's gonna convert again or just disappear.我が最強の術の感想は、チュデルキンを甘く見ていたようです。残念ですが、あの実体なき炎の巨人は私の花たちでは破壊できない。防御に徹してもそう長くは持たないでしょう。つまりその間に俺たちがチュデルキン本人を攻撃するしかないってことか。 The real チュデルキン。その通りです。10秒どうにかして防ぎます。10 seconds exactly。 ユージをその間にチュデルキンを撃ってください。 Is it like round two? Or is it done? 炎の魔人よ、丸焦げにしてやりなさい。 I like how he's just doing a headstand and it's like a burning ifrit. Oh, keep it airborne.And go. I'm not run my hand close to a blade like that. That's not the greatest of ideas.
Whoa, Kirito's going hyper beast mode or something. Yes. Oh, dark light beam. Plop. Simply cleaning him up. Simply cleaning him up against the wall. 退屈なショーではあったけれど、それなりに意味のあるデータも少しばかり拾えたわね。イレギュラーの坊や、詳細プロパティを参照できないのは非正規婚姻から発生した未登録ユニットだからかなって思ってた。 Unregistered aka a player、ね、あなたあっちから来たのね。向こう側の人間、そうなんでしょ。そうだ。とはいえ俺に与えられた権限レベルはこの世界の人たちと全く同等で、あなたのそれには遠く及ばないんだけどな、アドミニストレーター。いや、クイネラさん。クイネラ、クイーン、クイネラ。つまらない話をあれこれ吹き込んだようね。それで坊やは一体何をしに私の世界へ転げ落ちてきたのかしら。管理者権限一つ持たずに。Without administrator privileges. 私は宣告、あなたの執着と欺瞞が騎士団を崩壊させたと言いました。執着とは、あなたが人界の民たちからあらゆる武器と力を奪ったことであり、そして欺瞞とは、あなたが我ら聖豪騎士すら。 Okay guys, I think we're going into a huge segue of story.So I'm just going to be quiet for a while as usual because, man, these story segments are so long. ただ、どうして我らの氷教会と最高司祭様に対する忠誠と敬愛すらも信じてくださらなかったのですか。なぜ我らの魂にあなたへの服従を強制するなどという汚れた術式を施されたのですか。あらあら、アリスちゃん、ずいぶんと難しいことを考えるようになったのね。私があなたたち聖豪騎士を信じなかったですって。ちょっとだけ心外だわ。とっても信頼してたのよ。歯車仕掛けでけなげにカタカタ動く可愛いお人形さんたちですもの。アリスちゃんだって大事な剣が錆びたりしないようにこまめに磨いてあげるでしょ。それと同じことよ。あなたたちにプレゼントしたパイエティモジュールこそ私の愛の証だわ。あなたたちがいつまでも綺麗なお人形でいられるように、くだらない悩みや苦しみに煩わされずに済むように。かわいそうなアリスちゃん、綺麗なお顔をそんなにくしゃくしゃにしちゃって悲しいのかしら、それとも怒っているのかしら。私のお人形のままでいればそんな無意味な感傷を味わうことは永遠になかったのに。安心してアリスちゃん、ちょっとおいたをしたくらいで怒ったりしないから。今あなたにそんな悲しい顔をさせてる記憶もリセットしてちゃんと消してあげる。何も考える必要のないお人形にちゃんと戻してあげるわ。確かに私は今胸を引き裂かれるほどの苦しみと悲しみを感じていますけれど、私はこの痛みを、初めて感じるこの気持ちを消し去りたいとは思いません。なぜならこの痛みこそが私が人形の騎士ではなく一人の人間であることを教えてくれるからです。最高司祭様、私はあなたの愛を望まない。あなたに直してもらう必要はありません。
人形であることをやめた人形。それを人間とは呼ばないわよ、アリスちゃん。ただの壊れた人形に過ぎない。残念だけど、あなたがどう思うかなんて関係ないの。私がシンセサイズすれば、今のあなたの感情なんて何もかも消えてなくなっちゃうんだから。クイネラさん、あなたは管理者権限を持つ最高司祭だ。だがいくらあなたでも過去を好き放題編集できるわけじゃない。あなたもまた人の子として生まれ育った一人の人間であるという事実は決して消去できない。人間、人間ね。向こう側からやってきた坊やに言われるとなかなかに複雑なものがあるわね。つまり坊やは自分の方が偉いと言いたいの？アンダーワールド人ごときが生意気なってってことかしら。いやいや、とんでもない。大元のところでは同じ魂を持つ人間であることに違いはない。俺が言ってるのは、あなたも人間である以上完璧な存在ではありえないってことさ。聖護騎士団が反壊した以上、もし今ダークテリトリーの総侵攻が始まったら人界は滅ぶぞ。あなたがこれまで苦心して維持あるいは停滞させてきたこの世界は容赦ない破壊と暴力にさらされる。それを見た向こう側の者たちはこう思うだろう。今回は失敗だった、また最初からやり直そうってな。さすがに愉快ではないわね。この世界が私の知らない何者かに意のままにされるただの箱庭だなんてはっきり言われるのは。でもそれならあなたたち向こう側の人間たちはどうなのかしら。自分たちの世界がより上位の存在に創造されたものである可能性を常に意識し、世界がリセットされないように上位者の気に入る方向へのみ進むよう努力しているの？そんなはずないわよね。戯れに世界と命を創造して、いらなくなれば消し去ろうなんて連中だもんね。そんな世界からやってきた坊やに私の選択をどうこう言う権利があって？私はごめんだわ。創造神を気取る連中におもねって存在し続ける許しを請うなんていう惨めな真似は。ちびっこに昔話を聞いたなら坊やは知ってるはずよ。私の存在証明はただ支配することのみにある。その欲求だけが私を動かし、私を生かす。この足は踏みしだくためにあるのであって、決して膝を屈するためではない。ならば、あなたはこのまま人界が蹂躙されるに任せ、民なき国の支配者として、名ばかりの玉座で一人滅びの時を待つつもりなのか。私は、このアンダーワールドをリセットさせる気はもちろん、最終負荷実験さえも受け入れるつもりはないのよ。そのための術式はもう完成しているの。喜びなさい。誰よりも最初にあなたたちに見せてあげるから。本当のことを言うとね、騎士団はただのつなぎだったのよ。真に私が求める武力には記憶や感情は愚か、何かを考える力すらもいらない。ただひたすらに目の前の敵をほふり続けるだけの存在であればいい。つまり人間である必要はないの。何を言って。愚かな道化だったけれど、チュデルキンも少しは役に立ったわね。長ったらしいこの術式を最後まで組み上げる時間を作ってくれたんだもの。さあ目覚めなさい、私の忠実なるしもべ、魂なき殺戮者よ。リリースリコレクション。これはまさかありえない。同時に複数の、しかも30もの武器に対してこれほど大掛かりな完全支配術を使うなど、術の断りに反しています。これこそ私の求めた力。
永遠に戦い続ける純粋なる攻撃力。名前は？そうね、ソードゴーレムとでもしておきましょうか。剣の自動人形。さあ戦いなさいゴーレム、お前の敵を滅ぼすために。残念だわ、よく使えるお人形だったのに壊さなきゃいけないなんて。さあ反逆の騎士アリスを殲滅なさい。アリス！ここまでとは。あれは私たちに勝てる相手では。大丈夫だ、俺たち3人なら勝てるはずだ。ああ行くよみんな。これは探検を使うのよ。誰ですか？あなたたちの味方よ。早く探検を床の昇降板に差しなさい。ですがこのままでは二人が。時間は私が稼ぐから急いで。ダメだ、もういい、逃げろ。よかった間に合った。最後に一緒に戦えて嬉しい。頑固者、任を解き労をねぎらい、お前の好きな本棚の片隅で望むように生きよと言うたじゃろうに。キリト、この方は一体？名前はカーディナル。200年前にアドミニストレーターと戦い追放されたもう一人の最高司祭だ。大丈夫、味方だよ。俺と勇士を助けてここまで導いてくれた人だ。この世界のことを心から愛し、また憂いている。カーディナル、あれがシャーロットの真の姿だったのか。彼女は俺たちを救ってくれた。俺たちのために自分を犠牲にしたんだ。なぜ、なんでそんなことが。
この子はもう50年も生きておった。その間ずっとわしと語らい、多くの人間たちを見守ってきたのじゃ。お主に張り付いてからでも早2年。それほどの時を共に過ごせば、たとえフラクトライトを持たずとも、たとえその知性の本質が入力と出力データの蓄積に過ぎなくとも、そこに真実の心が宿ることだってあるのじゃ。そう、時として愛すらも、貴様には永遠に理解できぬことであろうがな、アドミニストレーター、虚ろなるものよ。来ると思ったわ。その坊やたちをいじめていれば、いつかはカビ臭い穴蔵から出てくると思ってた。それがお前の限界ね、おちびさん。私に対抗するための手駒を仕立てておきながら、それを駒として使い捨てることもできないなんて、まったくどしがたいわね、人間というものは。ふん、しばらく見ぬうちに貴様こそ随分と人間の真似が上手くなったものじゃな。200年の間ずっと鏡を相手に笑う練習でもしておったのか。あら、そういうおちびさんこそ、そのおかしな喋り方は何のつもりなのかしら。200年前、私の前に連れてこられた時は、心細そうに震えていたのに。ねえ、リセリスちゃん。貴様、この場所のアドレスを切り離したな。200年前、あと一息で殺せるというところでお前を取り逃がしたのは、確かに私の失点だったわ。あのカビ臭い穴蔵を非連続アドレスに設置したのは私自身だものね。だからね、私はその失敗から学ぶことにしたの。いつかお前を誘い出せたら、今度はこっち側に閉じ込めてあげようって。ネズミを狩る猫のいる檻にね。つまり貴様自身もこの場所に完全に囚われたということじゃ。そしてこの状況では、どちらの陣営が猫で、どちらがネズミなのかは確定しておらぬと思うが、何せ我々は4人、そして貴様は1人。この若者たちを侮っておるのなら、それは大いなる過ちじゃぞ。4人対1人？いいえ、その計算はちょっとだけ間違ってるわね。正しくは4人対300人なのよ。私を加えなくてもね。何？4人対300人？貴様、貴様、なんというひどな真似を。貴様は統治者じゃろうが。その剣人形に変えた者たちは、本来貴様が守るべき民ではないのか。民？民って、人間？人だというのですか、あの怪物が。ご名答、やっと気づいてくれたのね。私は支配者よ。私の意志のままに支配されるべきものが下界に存在していればそれでいいの。たとえその形が人だろうと剣だろうと、それは大した問題じゃないわ。貴様。あら、揃って黙り込んじゃってどうしたの。大体これはあくまでプロトタイプなのよね。やったらしい孵化実験に対抗するための完成形を量産するには、ざっと半分くらいは必要かなって感じだわ。半分とは？半分は半分よ。人界に存在する約8万のヒューマンユニットの半分、4万ユニット。それだけあれば足りるんじゃないかしら。ダークテリトリーの進行を退けて向こう側に攻め込むのにね。どう？これで満足したかしら、アリスちゃん。あなたの大事な人界はちゃんと守られるわよ。最高司祭様、もはやあなたに人の言葉は届かない。故に神聖術師として尋ねます。その人形を作っている30本の剣、その所有者は
一体どこにいるのです。ソードゴーレムを構成する一本一本の剣が記憶解放によって動いているのであれば、剣とその主の間に強固な絆が必要となる。私とこの金木犀の剣、他の騎士たちとその神器、あるいはキリト、ユージオと彼らの剣のように、主は剣を愛し、また愛されなくてはならないはずです。答えは坊やたちの目の前にあるわ。ユージオにはもう分かってるはずよ。そうか、そうだったのか。ユージオ、何に気づいたんだ。キリト、あの天井にはめ込まれている水晶、あれはただの飾りじゃないんだ。あれはきっと聖護騎士たちから奪われた記憶のかけらなんだ。な、それはつまり騎士から奪われた記憶、それ自体も独立した思考力を持っているということにならないか。おのれクイネラ、貴様はどこまで人をもてあそぶつもりなのじゃ。あら、さすがと言ってあげるべきかしらね。おちびさん、聞かせてくれるかしら、あなたの回答を。フラクトライトの共通パターン、そういうことじゃろ。シンセサイズの秘技で抜き取った記憶ピースを新たなライトキューブにロートした精神原型に挿入すれば、それを擬似的な人間ユニットとして扱うことは可能じゃ。しかしその知性は極めて限定され、ほとんど本能的衝動しか持たぬ存在となるじゃろうから、とても武装完全支配術などという高度なコマンドを行使することはできん。つまり天井で輝く水晶は最愛の誰かの記憶を与えられた赤ん坊ということなのか。じゃが、その制限にも抜け道はある。それはつまり、フラクトライト原型に挿入した記憶ピースとリンクする武器の構成情報が限りなく共通するパターンを持っている場合じゃ。具体的には、聖護騎士たちから奪った記憶に刻まれた最愛の人間自身をリソースとして剣を作った、そういうことじゃな。アドミニストレーターよ。けど、赤ん坊レベルの思考力しか持たないはずの記憶のかけらたちは、一体いかなる衝動、いかなる感情によって巨大なソードゴーレムを動かしているのか。欲望よ。触りたい、抱きしめたい、自分のものにしたい、そういう醜い欲望がこの剣人形を動かしているの。天井に固定された騎士たちの記憶はすぐそばに愛する者がいることを感じているわ。でも触れない、一つになれない。苦しいほどの飢えと渇きの中で見えるのは敵の姿だけ。だから戦う。どんなに傷を負っても、何度倒れても、起き上がって永遠に戦い続けるの。どう？素敵な仕組みでしょ？本当に素晴らしいわ、欲望の力というものは。違う！誰かにもう一度会いたい、手で触れたい、その感情を欲望などという言葉で汚すな！それは純粋なる愛じゃ！人間の持つ最大の力にして最後の奇跡、決して貴様のようなものがもてあそんでよいものではない！同じことよ、愚かなおちびさん。愛は支配、愛は欲望。その実態はフラクトライトから出力される信号に過ぎない。私はただ最大級の強度を持つその信号を効率よく利用しただけよ。お前が用いた手段よりもっとずっとスマートにね。お前にできたのはせいぜい無力な子供を 2,3 人籠絡する程度のこと。でも私は違うわ。私が作った人形には記憶フラグメントも含めれば300ユニット以上もの欲望のエネルギーが満ち溢れている。そして何より重要なのは、その事実を知った今、お前には決して人形を破壊できないということよ。
なぜなら人形の剣たちは形を変えただけの生きた人間どもなのだから。ああそうじゃな、人ならぬ身の貴様だけを殺すために200年の時を費やして術を練り上げてきたが、なんて愚かな、なんて滑稽なのかしら。そこに存在する命なるものが書き換え可能なデータの集合に過ぎないことを、それでもなおそのデータを人間と認識し殺人禁止の制約に縛られるとは。いや、人だとも食い狙い。アンダーワールドに生きる人々は我々が失ってしまった真の感情を持っている。笑い、悲しみ、喜び、愛する心をな。魂の入れ物がライトキューブだろうと生体脳だろうと、それは本質的な問題ではない。故に誇りと共に受け入れよう。じゃが一つ条件がある。わあら、この状況で今さらそんな交換条件を受け入れて。さっき言うたじゃろ、ひたすら術を練り上げてきたと。戦闘を望むならその哀れな人形の動きを封じながらでも貴様の天命の半分くらいは削ってみせるぞ。それほどの負荷がかかれば貴様の心もとない記憶容量がさらに危うくなるのではないか。別に結果の分かっている戦闘ごときで私のフラクトライトが脅かされたりはしないけど、でもまあ面倒ではあるわね。その逃がすっていうのは、この閉鎖空間から下界のどこかに飛ばしてやれば今後永遠に手を出すななんてことなら拒否するわよ。いや、一度退避させるだけでよい。まあ私も面白い遊びを後にとっておけるしね。いや、神ではなく貴様が唯一絶対の価値を置くもの。ダメだ、これじゃあ俺たちの8年前と同じだ。じゃがわしにソードゴーレムは。俺たちがやる、俺たちが。スターから生きてくれカーディナル、そして力を貸してくれ。私も騎士として司祭様を犠牲に。まったく、わかった、力を貸そう。僕にユージを。キリト、僕はアドミニストレーターに惑わされ、それなのにその罪を。キリトの言う通り、それだけはダメなんだ。カーディナルさん、僕を、僕のこの体を剣に変えてください。ユージを。僕らがここから逃げたらアドミニストその悲劇を防ぐためのシステムコール、リムーブコアプロテク。良いのかユージを。いいんです、これが僕の役目。そうだ、最後に最高司祭に金属の武器は届かない。そうだったのか。それじゃお願いします。ダメだ、だってもし元に戻れない。いいんだキリト。そんよかろうユージよ、我が術式を。キリト頼む。ユージよ。わかった。待ってください、私と二人だけで。大丈夫だ、俺たちなら。しかし私にあなたとの記憶、あなたとユージオのようには戦えません。それなのに。どうした。声が。声。記憶がなくとも今日ここで、だからあなたは戦。彼女。いいでしょう、彼女の言う通り、記憶ともにソードゴーレムへと挑みましょう。どんな敵だろうか。よし、くらいなさい。止めた。
グラル。心配はいらぬ。それより見よ、美しい人の愛、そして意志が放つ光、なんて美しい。ああ、そうだな。ああ、本当に綺麗だ。おのれリセリス、余計な真似を。術式を模倣しようが、そのような貧相な剣一本で私の殺戮兵器に対抗できるはずもない。つまらない悪あがきをしてくれるわね、ちびっこは。せっかくの楽しい記憶に傷がついちゃうじゃないの。でもせいぜいプロトタイプを一つ壊すくらいが限界だったってことよね。あんなものこれから何百何千個と作れるんだもの。あら、まだやる気なの、ボーイ。隙間をつついて私の人形を崩したくらいで随分と強気じゃない。自分を責め続けていた。アリスを救えなかったことを悔やみ続けてきた。その悔恨の半分は本来俺が背負うべきものだったんだ。だから一緒に戦おう。俺たち二人の力でアリスを取り戻すんだ。許す。ここは私の世界。招かれざる侵入者にそのような振る舞いは断じて許さぬ。膝をつけ、首を差し出せ。標準せよ。違う。世界を、そこに生きる人々を愛さない者に支配者たる資格。愛は支配なり。私は全てを愛する。行くぞ。私
で決める。よもや剣が二本ともに金属ではないとはね。こうなれば仕方ないわ。予定より随分と早いけれど、一足先に行かせてもらうわね。いや、どこにも行かせない。ここで決着をつける。意外な結果だわ。ここに残るリソースをかき集めても追いつかない傷を負うなんてね。もう終わりだ。認めぬ。私はこの世界の支配者、最高司祭アドミニストレーター。この私に死などありえぬ。絶対に認めるわけには。アリス、カーディナル、お見事でした。俺たち本当に倒したんだよな。うむ。ユージオ、キリト、僕は大丈夫。よかった。そうだ、カーディナル、俺がここに来た理由があって。落ち着くのじゃキリト。俺、お主らが守った世界。俺たちが守っ…キリト、もしかして泣いているのかい？泣いてなんかないよ。大体誰のせいだと思ってるん。俺、もしお前が死んだり剣になったまま戻れなかったらって、だから二度と一人で行こうとなんてするな。大丈夫だよキリト。それに君が僕と一緒に戦ってくれ。当たり前だろ。いつだって俺とお前はこれまでもこれからも変わらない。うん。こうしていると毎晩一人で見上げた。ええ、とても美しい。世界は僕が思っている以上に小さくて、たとえ離れていても、どんな時でも見上げれば夜空はそこにあって、なんだか
キリトの剣の輝きにも、そうだ、キリトの黒い剣、夜空の剣って名前がいいな。キリトとその剣ならできると思うんだ。夜空の剣、あ、いい名前だ。はあ、どうやらユージオには命名の才能があるようですね。おい、なんで最初から俺に命名ねえ君、たとえ記憶を思い出せなくても僕は、ああ、思い出が消え去ることはないんだ。アリスの記憶と一つになった時にも感じた。ええ、彼女、いえ、アリス、不思議ですね。記憶はないはずなのに。ああ、あ、あの星、なんだろう、名前が思い出せないな。ね、あれではないですか。あれとかあの星じゃわかんないって。俺たちはアドミニストレーターを倒し、ただ最終負荷実験を控えている以上、それでも人によって作られたこの世界は人々の魂が悩み、Alright guys, that'll do it for this episode. Let's see if we get into chapter 2 here before we do anything. If we're in chapter 2, I'll be so happy. I'm tired of everything. Everything. It's so, so over the top. So much text. It's a fan service game. Alright guys, take it easy. お主にはまだやるべきことがあるじゃろ。やるべきこと。こっちじゃ。ついてこい。システムコンソール、一体これは。これは外の世界とつながるための道具だ。外の世界。アドミニストレーター、君のことを向こう側の人間だと言っていた。教えてくれ、キリト。君は一体何者なんだ。俺はアドミニストレーターの言う通り、この世界の人間じゃない。この世界の外側にある別の世界、リアルワールドという場所からやってきたんだ。それじゃあ記憶がないってのは。ごめん、嘘だ。でもどうして自分がこの世界に連れてこられたのか、それについては俺もわからないんだ。だからリアルワールドとつながるこの道具、システムコンソールを目指してここまでやってきた。ユージオ、今まで黙っていてごめん。いいよ、許す。ユージオ、君がどこから来たかなんて僕には関係ないんだ。キリトがいなければ、僕はルーリットの村を出ることもなく、アリスを助けるためにここまで来ることもできなかった。ありがとう、キリト。こちらこそ。ありがとう、ユージオ。お前がいなかったら、俺もここまで来られなかった。話は済んだかな。問題はまだまだ残っている。来たるべき暗黒界との戦争。そして聖豪騎士たちの奪われた記憶。ええ、そうですね。じゃがまずはキリト、お主の問題が先じゃ。ああ、エクスターナルオブザーバーコール。菊岡さん、聞こえるか。キリト君、キリト君なのか。久しぶりだな、菊岡さん。なんてことだ、記憶がロックされていないのか。俺はこの瞬間を待っていた。あんたとは話さなければいけないことがたくさんある。菊岡さん、あんたのしたことは。キリト君、これは。キリト、カ
ーディナル様、一体何が。わからん。肉体への傷はおろか天命の現象も一切ないようじゃ。君は。わしはキリトの友人じゃ。お主がキリトに何かしたのではないのか。いや、こちらからは何も。そうか。キリトはお主と話している最中いきなり倒れたのじゃ。なんだって。キリト君は無事なのか。生きてはおるが呼びかけに応えん。至急原因をこちらで調べてみる。あなたがキリト君の友人だというのなら、キリト君の体を安全な場所で保護してほしい。無論じゃ。それでは一度切らせてもらう。話は聞いておったな。ひとまずキリトの体を安全な場所に移す。それからどうするんです。キリトが倒れる直前、何らかの神聖術が行使されたのを感じた。もしかしたらアドミニストレータがシステムコンソールに罠を仕掛けていたのかもしれん。まずはキリトに何が起きたのかを調べるところからじゃ。ユージよ、手を貸してくれんか。はい。私も付き添います。いや、アリスには他にしてもらうことがある。何でしょうか。氷教会の混乱した状況をこのままにしておくわけにはいかん。チュデルキンとアドミニストレーターの死、そして奴が進めていた計画、それらを聖号騎士に伝えた上で組織を再建する必要がある。わしが最高司祭という立場を使って事実を伝えることも可能じゃが、それでは半ば無理やりに理解させるようなものじゃ。仲間である聖号騎士の口から事実を伝え、個人に判断を任せるべきだとわしは考えておる。無論全てを伝えることだけが正しいというわけではない。時には伝えないことで相手を救う場合もある。誰に何を伝え、誰に何を隠すのかはアリス、お主に任せる。わかりました。まずはおじさま、ベルクーリ閣下のところへ行こうと思います。騎士長か。はい、あの方ならきっと正しい判断をしてくれるはずです。わかった、頼んだぞアリス。その後おじさまを目覚めさせ。聖号騎士様。何事ですか。もですが。構わねえよ。それが空から。本当なのです。上空からセントラルカセドラルの1階へ。そいつはなんて。キリトという名前を口にし、そのものを探しに来たと。キリト、おじさま。ああ、わかりました。あなた、キリトを探していると聞きました。ええ、そうよ。何者ですか。ここはセントラルカセドラルの敷地内です。許可なく侵入することは許されません。私の名前はアスナ、あなたの敵ではないわ。それは私が判断することです。あなたは空から舞い降りたと。一体どこから来たのですか。ああ、驚かせてごめんなさい。本当は直接キリト君のところに行きたかったんだけど。あなたがキリト君の居場所を知っているのならお願い、彼に会わせて。キリトは今他人に会えるような状態ではありません。それは知っているわ。あと
私はキリト君にとっての他人じゃありません。少なくともあなたよりは親しい間柄よ。それを信じろと。ええ、信じてもらうしかないわ。それでもダメなら力ずくですか。キリトに会うには複数の聖号騎士を倒し、このセントラルカセドラルの島内へ進む必要があります。あなた一人でそれを試みるのは無謀だと思いますが。たとえ無謀だとしてもやるわ。キリト君を救うためなら私は何だってする。そのためにこの世界へ来たんだから。この世界へ。まさかあなたキリトと同じリアルワールドから来た人ですか？Okay guys, I'm cutting it here. It's far too long. This game has like amazing sections of just, it can't stop. But there you go.